は目標はありますかということでお話したいと思います。目標達成営業部の作り方ということで、連続でお伝えしています。そもそも、あなたの会社の目標はありますかということを、確認したいと思います。私は商工会社のセミナーですとか、そういったところで皆さんの会社の目標は何ですかと、今年の目標金額はいくらですかなどと話を、質問するようにしています。で、最初は嘘だろうと思ったんですが、目標はない、なんとか頑張っているというような会社が、非常に多かったです。目標達成営業部を作る前に目標がなければ、そもそも達成もできません。あなたの会社には目標がありますか、もう一度確認していただければと思います。それでは。